アイヌ語、アイヌ語、アイヌ語アイヌ語ラテン文字表記、アイヌ語柄表記は、日本列島東北部に居住する、アイヌ民族、アイヌの言語である。和社は、アイヌ民族の主たる、居住地域である北海道、樺沸と千島列島に分布していたが、現在では、アイヌの移住に伴い、日本の他の地方、主に首都圏にも拡散している。言語学では、 孤立した言語である国際連合教育科学文化機関によって2009年2月に極めて深刻な消滅の危機にあると分類された危機に瀕する言語である危険な状況にある日本の発言語のうち唯一最悪の極めて深刻に分類された地理的に近い位置で話され古くから互いに経済的文化的な交流があったにもかかわらず 山戸民族の日本語との間には、語彙の借用、例、女を除いてそれほど、共通点、例、川が見出せない。アイヌ語の系統や、語族に関しては、学術的に確実なことは言えない状況であり、孤立した言語であると考えられている。北海道以北のアイヌの民には強力な支配者や、中央政府が存在しなかったため、いわゆる共通語のようなものはない、東北地方には、 和人と組織的に戦闘を行った英雄女子史が残っている。地方によって多くの方言がある。現在アイヌ語を継承しているアイヌの数が極めて少ないため、アイヌ語は近いうちに消滅してしまう、消滅危機言語の一つとなっている。2007年の推定では、約1万5000人のアイヌの中で、アイヌ語を流暢に話せる、ボゴワ社は10人しかいなかった。 さらに別の推定では、アイヌ語を母語とする人は、千島列島ではすでに消滅し、カラフトでもおそらく消滅していて、残る北海道の母語話者も、平均年齢がすでに80歳を超え、母語話者数も12以下となっている。アイヌ語の消滅器具のレベルは、おそらく消滅した言語と、消滅の危機に厳しくさらされる言語の間の、消滅に近い言語となっている。2009年、 平成21年、ユネスコにより、危機に瀕する言語として、最高ランクの、極めて深刻の区分に分類され、数年後には、ボゴア社の死亡により消滅すると見られている。1980年代以降、カヤのシュゲルルアイヌ語を残そうとするアイヌ自身の努力の、結果、アイヌ語教室が、各地に開設され、1981年には、山本たすけが、 アイヌ語小辞典を発行した。2007年現在、北海道内14ヶ所にアイヌ語教室が設置され、多くの人がアイヌ語を学んでいる。また、関東地方にも、関東在住のアイヌ、または、和人がアイヌ語を学ぶ集まりがいくつか存在する。1987年には、STB ラジオがアイヌ語講座イランからプテ、現在のアイヌ語ラジオ講座の放送を開始し、 2016年現在も放送中である。1986年には、田村鈴子の教え子、北方言語研究会が、上智大学学生などと共催で、早稲田大学において、第1回、アイヌ語祭を開催し、和人による、全編アイヌ語による演劇などが、アイヌ民族や、元北道新聞社員で、アイヌ語知名研究家などの前で披露された。 アイヌ文化振興財団主催のアイヌ語弁論大会には毎年多くの人が参加し、アイヌ語による弁論や交渉文芸の披露が行われている。また1990年代からアイヌではない人の中にもアイヌ語を勉強しようとする人が増えてきている。アイヌ語の辞典も各種出版されている。特に東北地方ではアイヌとの歴史的連続性や地名研究の必要から。 アイヌ語への関心は伝統的に高い。アイヌ語は危機に瀕する言語と呼ばれる言語の中では例外的と言って良いほど大量の録音資料が残されている言語である。オープンリールやカセットテープに記録され現在まで残っているアイヌ語の音声資料は豊富である。しかしその音声資料については内容が不明なものも多く調査は発展途上であるため。 アイヌ語学習に使用できる資料は限られている。今後のアイヌ語学習には、この音声資料の活用が課題となっている。2000年代になり、北海道教育大学朝日川高等で、アイヌ語を刷新する兆しがある。実際、アイヌ語朝日川方言会話時点では、現代に不足している語彙の保管が、試験的に行われており、神が放つ光、転じて電気の胃からまたは、 前者は固定電話で、後者は携帯電話のい、は、いなう、ははしを意味する。アイヌの信仰では、いなうやはしは、神と人間との仲立ちをすると考えられてい、ネットの中とリアルを仲立ちする例えから、電子メール、は神、または手紙を意味する。等の造語を作り、現代生活で不足している語彙を補完し、現代の言語として使えるようにする努力が行われている。 2008年7月4日に開催された先住民族サミットアイヌモシリ2008ではアイヌ語を公用語とし義務教育でも学べる言語とすることを日本政府に提言している。明治時代になってからアイヌ語は科学的に研究されるようになったが最初期には外国からのしかも言語学者ではない人々による研究が先行したのが特徴的である。 例えば東洋学者のアウグスト・プフィッツマイヤー、ロシアの医師であったミハイル・ドブロトールスキー、ポーランドの社会運動家で亡命者であったブロニスワフ・ピウス付き、宣教師であったジョン・バチェラーなどがそれにあたる。日本の言語学者たちがアイヌ語を研究し始めた頃には、アイヌ語の話者は非常に少なかったが、 先に挙げた外国の研究者とはほとんど交渉を持たず、活発に研究されてきた。近代地京介とその弟子である、久保寺一彦や、アイヌである、チリユキエ、チリマシホシテイラがまず挙げられる。上に挙げた研究者の後、田村鈴子、浅井徹、紫京子、ウ一イキーステンレフシン、デンマーク人、中川博士、切り替え英雄、 佐藤智美、奥田光己らの研究者がそれぞれ研究を進めてきた。アイヌ語は漢字が伝わる前の日本語と同様交渉のみによって受け継がれてきた。そのため文字による古い記録はヨーロッパ人や和人によって書かれたものが残されている。古くは17世紀初頭にマサキを訪れた宣教師アンジェリス、エンドラテン文字による記録が残されている。 日本の史料としては、ひらがなで、アイヌ語が記録された、マサキの言が、最も古く関永年間頃のもと推定されており、年代の明確なものとしては、宝永元年、1704年に、江戸地を訪れた前奏である、マサミツ空年の記録が古い。聖徳2年、1712年に刊行された、和漢三歳図絵では、50ほどのアイヌ語の単語と、その日本語訳が記されている。 エゾ通事、アイヌ語通訳の上原熊次郎は、完成4年、1792年に刊行された、アイヌ語の辞書、模擬蔵、署名は、エゾ方言ともの著者として知られており、自筆広本である、エゾ語集、国立公文書館書像や、エゾ地名ナ並リ定期東京国立博物館書像が伝わっている。アイヌ自身による記録は、大正時代から、 ラテン文字などを用いて書かれるようになったと言われている。ピュース付きと信仰があった、シトクタロウジは、キリル文字によって、アイヌ語を表記していた。アイヌ語の音説は、CV、C、すなわち義務的な聖母と、義務的ではない陰母からなり、死因群は小数しかない。アイヌ語は五つの母音を持つ。カラフト方言では開け音説で長短を区別する。死因は、 のの十二種が数えられる。無声音と有声音音と、有区別は存在しない。日本語にはほとんど現れない平音説が多く存在し、北海道方言では音節末には、を除く任意の死因が立つことができる。一方たイカを除くカラフトの方言では、音節末に立つ死音は限られ、音節末死音はとの区別を失い、及びの一部は摩擦音化し、X とも表記されたになる。 例えば、北海道の、せせくのように発音。暑いのいは、カラフトでは、せせへのように発音となる。は、ちゃ、ちなどに現れる、破札音で濁って発音されることもある。はやの摩擦音。方言によってはと発音されることもある。また、優勢で発音されることはない。いは、正門閉鎖音で、例えばで母音の連続を回避するために、 はっきりと区切ってと発音するときとの間に入る音である。音節は存在せず、とが結びつくと必ずに変わる。音節はごく少数の擬音語、擬態語にしか現れない。風がビュービュー吹く。マイナスは風の音を表す語根の反復。音節をと別の音節として認めるか否かは研究者によって異なる自分の見ることをよくする。 解音説の、や、は、他の母音の後に来たとき、母音の連続を回避するため軽く発音され、となることがある。表記としてはのように、になる。平音説の場合は、この変化は起きない。母音やの後に、他の母音が来たときは、母音の連続を回避するため渡り音、が挿入されることが多い。この、は表記される場合とされない場合がある。例えば、 という語はしばしばと書かれる。ただし、の後にが来た場合だけはとはならず、またはとなる。音節末の、は朝鮮語の平音節の、と同じく内波音であり、日本語のみを使うものにとっては聞き分けが難しい。例えばの場合、アップといった時の、プの直前の、のような感じのになる。音節末も、同様に、ハットの、も、メッカの、音である。 音節末も死の前で詰まる音に近いが場合により死の前で詰まる音のように聞こえる場合もある。音節末のは日本語と異なりと区別して発音しなければならない。音節末のについては直前の母音の音色が影響することが多く、日本語のラ行シ音に近い歯茎弾き音で、かつ舌先がほぼ平らで微妙にしか舌先が上がらないため。のは、 口の中で発音された曖昧なのように、のは軽いのような音となることが多い。カラフト方言には、音節末のはなく、か母音のいずれかで発音される。例えば、北海道方言の、人々、たちは、カラフトでまたはと発音される。アクセントは、五島に平音節があれば、ここにつく。五島の音節が開け音節であれば、原則としてその次の音節につく。 例えば、美しいは、最初の音節、パーが平音節なので、ここに、アクセントがつく。一方、神、ヒグマは、最初の音節が開け音節なので、次のに、アクセントがつく。なお、アイヌ語では、文法上他の母音の後のイ、ウも、シーン、とみなされ、平音節として扱われる。例えば、人間はではなくに、アクセントがつく。 ただし、例外的に最初の音節が開け音節で、あってもそこにアクセントがつく単語もある。例えば、言うからがこれである。なお、アイヌ語のアクセントは、肯定アクセントで、アクセントのある音節は高く発音される。また、カラフト方言で五頭の回音節にアクセントがついた場合、その母音は長く発音される。例えば、さきの例の言うからは、北海道方言では、 ゆからに近いがカラフトではゆうからに近い。基本的な文系は、素部、主語、目的語、動詞の順で、この点では日本語と同じである。これは、動詞に主語及び、目的語、字を動詞では、間接目的語も、の認証及び、数を示す節字が付けられ、さらにその他の意味を加える、節字、動詞の層や体。 先行名詞との関係を示す関係詞的なものなどが付加されて動詞だけでも文に相当する表現が可能なためである。なお名詞でも体の部分など特に個人と切り離せない関係にあるものには所有者を示す所有設辞が必須的に付加される。例えば一つの例としてこれを直訳すれば、つまりいろいろの噂について 私は遠く自分の心を揺らし続ける、イコール思いを巡らすという意味になる。これは、単語としては二つしか含まないが長い文に相当する意味を表している。二番目の動詞は語根に主語などを示す、節字、副詞、さらには目的語や、それを限定する節字がついて一つの長い単語になっている。アイヌ語の方言は大きく北海道、千島、カラフトに分けられる。 なお、東北北部にも18世紀まで、本州アイヌが居住していたが、彼らの方言についてはつまびらかでない。また、中世以前のエゾが、アイヌ語を話していたとする説もある、エミシアイヌ語。アイヌは、古ンごとに生活をしており、古ンは主に川筋か海岸線に沿って分布したため、川筋ごとに方言が、少しずつ異なる場合が多く、 また海岸部と内陸部でも災が見られた。かつて大きくは、北海道、千島、北、千島、カラフト、南カラフトの三方言があった。北海道方言は、さらに北東部方言と南西部方言の二つに分類したり、もっと細かく分類されることもあるが、方言間の詳細な比較研究が進んでいないため、定説はない。千島方言は、 日本の千島領有院を急速に廃れ、第二次世界大戦後にはすでに和社が見つからなかったと、される。カラフト方言は1994年に最後の和社とされる、浅井竹が亡くなった。北海道内でも、和人の移住が早くから進んだ、大島地方や、石狩川下流域などの方言は、記録がほとんど残っていない。アイヌは独自の国家を形成せず、 自らの言葉を文字に記すこともなかったので、アイヌ語には標準語ないし、それに近い中央語が存在しない。アイヌ語を学ぶ場合は、サル方言や千歳方言の資料が比較的手に入りやすい。カッコ内は、使用地域、和写、教材を口述。二十世紀よりも前の時代に、アイヌ自身がアイヌ語の文章を記したテキストは見つかっていない。近年は、 アイヌタイムズを例として、カタカナやラテン文字、キリル文字による文章化の試みが浸透しつつある。アイヌ語には、多くの方言体系の存在が知られている、アイヌ語方言を、参照が、伝統的なアイヌ語話者全体あるいはその大部分を、滑るような中央集権的支配者、宗教的権威、あるいは文化的中心が、歴史上存在しなかったこともあり、他を圧倒する方言。 あるいは、言語変種の体系が存在しない。そのため、アイヌ語を文字を使って、体系的に表現する場合、すなわち文章化する、際には、規範となり得る、共通語あるいは規範的な初期体系、初期言語や、聖書法が存在しないという困難がある。アイヌ語には文章化する際のオーソライズされた、形式、体系が存在しないもののそれに準ずると、みなしうる試みが見られ、 北海道歌り協会が編集したアイヌ語テキストが出版されて以降は出版示されている文章表記に基づいた各方言の文章化が多くなされている。また、英語などを通じてローマ字表現に慣れ親しんでいる人たちを除いてカタカナ表記に慣れ親しんでいる日本語母語話者を中心にした日本語を使用する人々にはローマ字よりカタカナによる アイヌ語表記が好まれる場合が多い。ただし、カタカナ表記は、出版物や、ワープロやパソコン上で、音節末の子音を表現するための小さいカタカナを、記す際、わざわざ活字の大きさを小さくしなければならないなど、大きな問題点があった。アイヌ語のカナによる統一された、聖書法が存在するわけではないが、各方式が大きく異なるわけではない。 日本語にない音を表記するために、いくつかの専用の文字を使用する。CACU, CECO, UWO などは日本語と同様に、じゃちゅちちょいえウェオと表記する。は、と、または、とに、半濁点がついた、と、あるいは、つに、半濁点がついた、つ、括弧内は代用表記で表記される。音節末の、は、それぞれ、ん、 カッコ内は代用表記で表記される。音節末のは多くの場合と表記するが、発音の状態によってと表記される。音節末のは直前の母音に即した書き分けをし、それぞれカッコ内は代用表記で表記される。単語は分かち書きする。認証節字は中黒で区切って書かれることがある。それ以外の記号は日本語と同じ使い方をする。 2000年1月に、ジス企画として、ジス第3水準漢字、記号類を含むジス第4水準漢字が新規に制定され、このうちのジス第3水準漢字に、アイネ語かな表記用の拡張カタカナ、日本語の文章に通常し折れる、半以外での小文字カタカナや半落音付きカタカナも含まれている。ISO 企画に取り入れられているでは、2002年3月に、 改定された3.2から X0213 に追随する形で、アイネ語化な表記用の拡張カタカナ、カタカナホネティックエクステンションスが追加されており、同規格に対応したソフトウェアでアイネ語化な表記が扱える枠組みが整えられた。ただし、一部の文字は合成を用いないと表現できないという特有の問題があり、ソフトウェアによっては綺麗に表示できないことがある。 パソコンでアイヌ語かな表記、ユニコード3.2順教を扱う場合、発音の節を参照。アクセント表記には、アキュートアクセント付きラテン文字のを使用する。通常アクセントを省略して、例外アクセントのみ表記したり、すべてのアクセントを省略してアルファベットのみで表記したりすることもある。アイヌ語で文字使用が試みられる。 以前のアイヌの文学はすべて交渉のもので、民話、神話には非常に富んでいる。アイヌ語の助辞詞はまたはと呼ばれる。の内容は動物の神が現れて体験を語るものや人間の世界の恋愛や戦いを歌うものなど多様である。助辞詞の他に、いわゆる昔話のような三文による伝承文学もある。北海道東にはアイヌ語由来の日本語地名が多い。 大別して、1、アイヌ語の発音を写し取って、カタカナで表記するものと、2、それに漢字を当てたものがある。漢字の読みにうまく当てはまらない地名も多く、3、漢字に合わせて、元の読みを変更してしまったものや、4、アイヌ語の語彙をそのまま日本語名に当てた、意訳ものもある。日本の本州島以南にも、アイヌ語を起源とする地名が、かつて多数住んでいた。 アイヌの痕跡として残っているという説がある。本州以南のアイヌ語地名については、山田秀蔵をはじめ、在野の地名研究家によって研究が進められてきた。山田らによれば、仙台付近以北、太平洋側、秋田県以北、日本海側には明らかに、アイヌ語と解釈できる地名が分布し、この地域については俗上文文化の後、北式時の分布と重なるとの指摘もある。 しかし、これより、イナンについては、根拠が乏しい。本州島の地名については、アイヌ語が起源、あるいは、競技のアイヌ語と祖先を同じにする、アイヌ語族、縄文人の言語と表現する人もいる、という説が存在する地名である。また、北海道を含めた東北全域に、特有な地名、発音があり、タコ、タップコップ、小高岡、または、丸山はその典型である。 北海道の、タッコブ、タッコブ、タプコップ、タツフ、タップ、タプコップ、青森県のタゴ、タッコ、タプコップ、岩手県の、タッコク、タッコク、タプコップ、トウルコブクロ、タッコ代、タプコップ、立恋、タッコン、タプコップ、秋田県のタツコ盛り、タッコもおり、タプコップ、タゴ n a タゴない、タプコップ、タツコカタ、タツ、コ型、タ、タプコップ、宮城県のタッシー森、 タッコ森、タプコップ、福島県のタツコ山、タツ、小山、タプコップ、コヤ山、タツ、小山、タ山、ヤ山、タプコップ。ちなみに、タコはない派音の平音説をほとんど持たない、日本語の和者にとっては、タッコのように聞こえる音である。トヨマ、土のある、トウヨオマ、岩手県のトヨマネ、宮城県のトヨマ、福島県のトヨマ、四股、大きなくぼ S.I. コット、S S. To, 北海道の四骨湖、四国湖、四国と、岩手県の四骨先、四骨先、四国と。愛ない、汗石、赤、湖内、赤ぼ内、荒熊ない、今別、都内、うさぎない、都内、うてつ、ローブ、おいっぺ、大吹かな大別内、い、屋内、大拓内、大沢内、大沢内、おこっぺ、おそけない、おっぷ、お別、おっぺつ、 織りこしない、か月内、ない、かにた、ないない、きの部、木のつく、切りやない、刺さない、さばない、消費ない、さんない、さない、しない、しも呂、ろ、しりろう、しっかり、しゃりきむら、しゃりき、せうへんや、たご、たこひくまち、りょうひ、たっぴ、たっぴ、ない、立てない、立てない、たんない、たない、とこしない、 としない、とびない、とまべち、とよまない、にゅうない、おじょへち、のべち、のえち、のない、はらべつ、へいない、ひらないまち、ほらない、みんまや、めない、るい,いけ。あいさり、あさない、あっか、あんひ、あっぴ、あには、うれえら、うれえら、うれら、いほない、えさし、えずりこ、おきらい、おしょうない、おなあそびべ、おなつぺおなっべ、かまいし、おなっおなつぺおなっ 宮古市、釜石、上与内、近大地、霧霧、九時、気仙、夏油、下塔、花露辺、ケロベ、スケヒナイ、四骨咲四骨咲東二町、大間ぐら、国、拓国、タプコップ、立根、拓根、タバシネ山、タバシネ、土淵、東二、東野、泊まり、西根、似たがい、似たない、沼くない、頃一平泉、平泉、平泉 まぶち、まぶち、まぶち、めや、りょうり、わいない。あさみないかは、あに、あにあい、あまない、いたみない、だとうない、うっとない、おかしない、おさるべがは、おさるべ、おぼない、けまない、さいうちかは、さいない、さるはんないがは、さるはんない、しかない、げざんない、しも、マイナスさんない、たいの、たいの、たごない、たごない、たつこかた、たつ、こがた、たざわこ、 タツコモリ、タッコモリ、土メネ、土目ね、ト和田、西もない、二別、ツ、お城、ょの城、ナップサー、和ンミナイ、ひちない、日ない、の木ない、堀見みない、まんたらめ、やくない、やりみない、よなうたつ、タッコモリ、とよま、りょなさい、おりかべ、と、かや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 、木名めえ、もい、 うつ、黒部、隣、平、森。ウィクト、カテゴリ日本語、アイヌ語由来も参照。2004年から北海道で開催されている、世界的、モータースポーツイベント、世界ラリー選手権のイベントの一つ、ラリージャパンにおいて、コース、SS、スペシャルステージの名前は、など、原則的に、アイヌ語で付けられている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。